三菱 UFJ 純金ファンド、愛称ファインゴールド。2024年からNISA制度が新しくなり、一括投資が可能な成長投資枠と積み立て投資枠の併用が可能になりました。無期限の年間非課税投資枠が合計360万円、非課税となる生涯投資枠が合計1800万円と、金額も大幅に増加したことで資産形成を見直す方もいらっしゃるのではないでしょうか。運用成果に大きな影響を及ぼすものの一つが税金です。投資信託への投資で得られる売却益や配当金、分配金には 20.315% の税金がかかります。NISA 制度を活用することで非課税で投資を行うことができます。現物の商品投資である金は一般に NISA 制度の投資対象資産の対象外ですが、金価格に連動する投資信託へ投資することで NISA 制度を活用しながら金へ投資することが可能になります。皆さんも投資信託を通じた非課税で金投資、始めてみませんか。金というとどのようなイメージをお持ちですか。よく知られているところでは、アクセサリーなどの宝飾品、パソコンなどの電子部品、投資目的と様々に活用されています。金はそれ自体に価値がある実物資産です。鉱物資源のため地球上の埋蔵量は限られていますが、その埋蔵量の約8割弱がすでに採掘されており、2022年のペースで採掘し続けると約14年で枯渇してしまうと言われています。金には高い希少性があるのです。それ自体に価値がある実物資産として認められてきた長い歴史のある金は、これまで一度も無価値になったことがなく、これからもなくなることがないのです。金は他の資産と同様に価格が変動しますが、それ自体に価値があるという他の資産にはない強みがあります。紛争や災害、金融危機などにより国や企業への信用が揺らぐ局面、インフレによって通貨の価値が下落する局面では、実物資産として認められている金の価値が相対的に高まります。これが有事の金と言われるゆえんです。実際にこれまで金融市場が不安定な局面では、資金の逃避先として金が買われる傾向にあり、実物資産としての強さを発揮してきました。そうした特性から金はリスク分散資産として注目されています。過去20年間においては、株式だけに投資するよりも金を合わせ持った方がリターンの向上とリスクの低減が見られました。ここで積み立て投資という手法をご紹介します。定期的に一定金額を投資する積み立て投資は、購入単価を平準化させる効果が知られており、投資のタイミングに迷ったり市場の変動に一喜一憂せずに長期投資を行うことができる手段の一つです。過去20年間毎月1万円ずつ金に投資した場合の資産評価額はこちらのようになりました。環境問題、テロや紛争などの地政学リスク、各国の財政問題、さまざまなリスクを抱える私たちは、今後突然起こる不測の事態を予想することは困難です。このような時代だからこそ、世界共通のなくなることのない価値を持つ金は、
資産運用の一助となる資産と言えるのではないでしょうか。金に投資する代表的な方法として、金の現物を購入する方法と投資信託を購入する方法があります。現物には手元に置いてその価値を実感できる楽しみがありますが、管理や保管の手間がかかります。一方、投資信託は保管の手間がかからず、また投資信託口座において他の資産と包括的に管理できることが魅力です。三菱 UFJ 純金ファンド、愛称ファインゴールドは、金の現物を裏付け資産としている純金上場信託、愛称金の果実への投資を通じ、我が国の取引所における金価格の値動きを捉えることを目指すファンドです。